皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もクイズバトルオンラインで遊んできます。さあ、シーズン結果が出てますね。3381位と C ランクだから、まあ低いんですかね、おそらく。悲しい。700ジェムゲットです。さあ、では、行きましょう。ランダムマッチたくさん遊んでたら、あれなんですかね、多分、ランク上がるってことですかね。結構私、ランダムマッチ1位になってますけど、関係ないですかね。関係ない。わかんないですけど。ポイントがどれぐらい入るかわからないと。さあ、今回は、同じレベルの方多いですね。リオさん、板垣さん、ヤクさんですね。よろしくお願いします。音出てますこれ。協力は、妨害じゃないですかね。やっぱ音出てないですね。なんででしょう。あれ、私だけですかね。なんか、何ですかこれ。わかんない。高野豆腐しか名前わかんないですけど。ああ、そうなんですね。短歌の基本は五七五七の31文字ですが、俳句の基本は五七五だから17。よし、1ポイントじゃない。一番最初だからですね。20ポイント。オスの蜂という意味がある。飛行物体。旋回して、何ですかね。ドローンしかわかんないですけど、合ってる。ドローンって、オスの蜂って意味なんですか？それは聞いたことなかったですね。ああ、バカボンのパパはですね、植木屋さんです。バカボン大学のですね。ですから、お名前何ですかね？バカボンさんは息子さんですからね。チェスさん、ここまで、クイーンと、キングじゃないですか？普通に考えたら、王冠ですからね。ビショップって懐かしいですね。ポーン、あとルークとかでしたっけ？立春過ぎても残る暑さを残暑と言いますが、寒さは、わかんないです。なんでしょう。予感って言うんですか。お、リーチ、一番最初に答えたい。シナモン、ちょ、わ、う、ま、まど、まお、まら、まら、あー、マドレーヌが出てこない。全然頭の中ですね。東京メトロが運営する交通機関は、何ですかね。私、東京じゃないか分かるんですけど。ああ、地下鉄ですか。さあ、ポイントが伸び悩みますね。ポーチですかね。危ない。トーチ、コーチ、ピーチ、ビーチ姫さん。トーチって、あれでしたっけ。あ、過疎などによって人口の半数以上が6、限界集落でしたっけ。おお、覚えてました。ああ、私1番に押してない。10ポイント。なるほどですね。ハンバーガーでパンの上に挟むひき肉をエンタケルの何というと、パティですか。上が、何でしたっけ、バンズじゃなくて、思い出せない。なんか言うんですよ。なんていうか忘れましたけど、呼び方があるんですよね。何でしたっけ。いや、思い出せないですね。お、2559位。E ランクですけど。あ、ランクが始まってまだ遊んでる方が少ないんですかね。さあ、では行きましょう。再起動したら音楽出るようになりましたね。いやー、やっぱ音楽ないと BGM ないとですね。お、抹茶さんが配信されてますね。あー、放置されてるみたいですけど、行きたいですね。では、ラストマッチングですね。行きましょう。ルワさん、アンスイータさんですかね。流れ星さん、よろしくお願いします。動物園です。アクアリウムは水族館ですか？水族館、と。あ、行きたいですね。最近行ってないですね。水族館も。イルカのショーが見たいです。イルカちゃん、触れ合いたい。日本三古泉や日本三名泉の方で、兵庫の有馬温泉。早く、あれですね、OK ボタンを押すのも、答えるボタンを押さないといけないと。同じ穴のムジナと。一見関係なくても、実は同類であると。なるほど君と同類な方いらっしゃいますかね。兵庫県、明石市ですか。東経135度と北緯35度交差点。交差点じゃなかった。おお、1位ですね。ああ、早かったですね。ありがとうございます。嬉しい。さあ、今日も飯馬ですかね。
トマトパスタ美味しかったですね。おお、ランクアップ、そしてレベルもアップと100ジェム獲得ですね。ガチャも回せますね。まあ明日の動画でガチャですかね、回したいと思います。さあそれではですね、今回の動画は以上とさせていただきます。他にもゲーム実況たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。